今回は教科書には載らない詩の証人、彼の名前は大倉喜八郎、維新以降政商となり鹿鳴館や帝国ホテルを設立、東京経済大学を創設した人物です。そんな彼は詩の証人の一面がありました。戊辰戦争では乾物屋から鉄砲商へと転身しビジネスを成功させます。その後も台湾出兵、日清戦争、日露戦争と軍の御用商人としての地位を確立し、莫大な財産を築き、一代で財閥を作り上げたとか。ただ背景には多くの人の詩があることを考えると複雑ですよね。歴史の裏話を発信しているので、チャンネル登録をしてお待ちください。